皆さんこんにちは。今回はチョコハートパンを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは普通くらいです。練り時間は7分ほどかかりました。生地が練れたら一時発酵です。30度で60分発酵させてください。一時発酵が終わったら、ガス抜きをして8分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してからベンチタイムです。10分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。まず生地を楕円型に伸ばしてください。生地を伸ばしたらチョコチップを入れて巻き込みます。ドップ状にしたら上から軽く押さえてください。次に生地を2つに折り曲げます。折り曲げて三角形にしたら、広い方に切り込みを入れます。切り込みを入れたら少しねじり、動画のようにハート型にしてください。成形が終わったら二次発酵に入ります。30度で30分発酵させてください。二次発酵が終わったら、グラニュー糖を振りかけて焼成です。190度で16分焼いたら完成です。